な、そっちにいたのか。まあこの距離じゃこのくらいしか当たらないわね。でもしかして一人？よし、それじゃあ投げ物ポイポイしていくわよ。ってあれ、いないのかな。うわあ、全然普通にいた。やっぱり一人みたいね。こっちは数の暴力で押し切ってやるわよ。とにかく当たる。よし、割った。あとは半年見てミスって。ごめんなさい味方さん、あとは任せました。いやそれ私です。おお、ナイス味方さん、ナイス詰めでした。というわけで味方さんの力だけでチャンピオンを目指すクソザコメンタルな霊夢が行く。エイペックス実況始まるよ。 GG の送る速度だけ異様に速いんだね。注意、この動画には異常のような成分が含まれますので、苦手な方はブラウザバック推奨です。それでもいいよという方はこの後もゆっくりしていってね。これでチャンピオンって普通にすごくない？というわけで皆さんやっぱろう、霊夢よ。こんにちは、ヨウムです。前回から懲りずにまたもエイペックス実況していくわよ。しれっと毎日やってるよね、このゲーム。本当に異常にハマってるわね。毎日やっててここまで飽きないのも本当珍しいわ。で一部隊いるみたいなんだけど。さすがに遠くてちょっと無理ね。にしてもその武器構成すごいね。どんだけライトアも好きなの。最近のお気に入り構成よ。で上にいるのかな。あ、霊夢くんに来た。お互いに気がつくまでめっちゃ時間かかったね。ちなみにこの試合は録画環境が悪いせいか打ち合いなどのエフェクトが激しいシーンでは勝つ打てしまうのですが、それは録画上の問題であって決して相手悪質な回線でやっているわけでないのでご了承ください。さっきの場所からアンチに移動中でございます。味方の老婆さんが撃たれてるよ。マジか、一人じゃどうにもできないじゃないの。とにかくジップライン出して助けてあげなきゃ。ライフラさんが敵を見つけたみたいだね。どうしよう、これは突っ込むべきか。迷っててもしょうがない、老婆さんを助けてあげないと。さあ霊夢決死の突撃、チャージライフルを気にしながら進んでいきます。とここでなんと体力が残りわずかで籠城していた敵をダウン。老婆さんもそれに気がついて同時に攻めてくれるみたい。ライフラさんも遠距離から狙ってくれてるし、これは絶好のチャンスです。助けて、女性は操作せないわよ。で、老婆さんがダウンしてる。うおぉ、まだ3回。割れた？当たれー。味方さんとのナイス連携でまさかの1部隊壊滅。おぉ、やったキューリーダーだ。めっちゃ嬉しい。このままチャンピオンになっちゃうわよ。しかし現実はそんなに甘くないのでした。1000ダメージ超えた。奇跡起こった。今度はジョーをやっていきたいと思います。っていうのは冗談でトリオだったんだけど、一人回線落ちして二人になってしまいました。でもう一人の味方ってさっきのライフラの人じゃない？お、よくわかったわね。この方はトリオやってて偶然一緒になったノラの人よ。私のパーティーに入ってくれてかれこれ1、2時間くらいずっと一緒に遊んでくれた方よ。どうせ動画投稿者ですとか言ったんでしょ？いやいや言ってないわよ。初心者なんですけどいいですか？ってチャットもらって、私も始めたばっかりで全然ですよ。って返したら、普通にうまいって言ってもらえて、それがシンプルに嬉しくてずっと一緒に遊んでるわ。へぇ？ノラの人でもいい人っているんだね。私も正直チャットっていいイメージなかったんだけど、ちょっとイメージが良くなったわ。そんなわけでアメリーさんと頑張っていくわよ。さっきの敵は深追いできずアンチ内に逃げてきました。なんか、いる気配がする？気のせいか？ケアパッケージが降りてくる。やっぱりいた。いや、ここはマスケス。よし割った、あとは詰めるだけ。アメリーさんも駆けつけてくれたね。さっきはお任せしちゃって一旦建物内に。おそらくさっきのブラハと同じ部隊から撃たれてるね。ここはランパートの洞窟バリケードよ。これは片側から一方的に弾を打ち込むことができるバリケードよ。これでチャージライフルにも強気にピークしていけるわ。で、クリプトもいるのか。なかなかやっているよ。うか詰めてきてない。とりあえずフラグで牽制を。ごめんアメリーさん、連携できずにフラグが返ってきちゃった。いや何やってんの。これはダメだ、一回引かないと。うわあ、バスおじさんが。よし、なぜかアクスターも渡した。これはラッキー。これに部隊いるわね。さっきダウンした攻撃を狙ってる人がいる。ここで50ダメージは。ってあれ？聞いてない？この時の霊夢はクリプトの EMP は問答無用の50ダメージと勘違いしてました。パイロンを置いてくれた。これでちょっと籠城しやすくなったわね。でまだ生き残りがいるよね。お、いたいた、気づかれないように。いやあ、こっちにもいたんかーい。焦りながらもなんとかできた。この人も詰めるべきか？あ、角巻きだ。
があったらテルミットがあるじゃない。よしよし、出てきなさい。いやあ、出てきてくれるのは私の時間じゃないです。よく今の打ち勝ったね。っていうかさっきのパス派はどこに行ったんだ。一回建物内に戻ろう。シールドもないし、ここで撃ってたら釣れないかな。リロード中。おっ、さあ、4号に。めっちゃ危ない状況だったけどなんとかなったね。どれもこれもここに安全地帯があったからこそよ。と安全地帯と思ってムクムクしていたら別部隊がやってきて。しょうもないピークしてダウンしてしまいました。アメリーさんが蘇生入れてくれてるよ。ありがとう。でも、そりゃずっと見てるわよね。あー、アメリーさん。もう無理だ。とりあえずワンダウン。レイム、左。ダメだ、この体力じゃ。お願い、回復だけ通させて。緊張の8秒間。うん、報告ありがとう。でももうちょっと待ってて。レプリケーターが来るよ。よし、フルヘルス、とにかく頑張るしかない。ダメージ交換で分かってるけど人数差がどうしようもないよ。こっちにバリケードあって。バリケードを構築。うん、きつい。赤アーマーまで入れた。さっきダウンさせたワットソンもすっかり回復しちゃったね。勝てる気がしない。ここでまさかの別部隊を脱いで一気にピンチに。いや、むしろこれはチャンスよ。うん、やっぱり、もう詰めてきてるのね。アメリーさんよく生き残っててくれた。ずっと放置しててごめんね。で、復活して早々ごめんなんだけど。他の部隊が戦ってる間に逃げろ。ここに敵がいる。と命かならが走り続け、二人で残り三部隊まで生き残りました。でも、あいつには要塞化してるんだね。この高台は相当有利な技よ。おそらくダブルからは来ないからこのバリケードもかなり強い技。で、あれ、アメリーさんは下の階で防衛するみたいだね。フェンスも張ってるし、そっちはお任せしましょうか。あ、でもそこ範囲外なのか。まあでも大丈夫でしょう。私はここを守るよってお伝えだけしておきましょう。そしてしばらくしてエリア縮小が始まりました。で、アメリーさん戦ってない。そんなところにいる場合じゃないよ。でもアンチ外じゃない？大丈夫かしら。とりあえず私はここにシーラを展開。残り3部隊だから他の2部隊で削り合ってもらえると一番嬉しいんだけど、一応安全だしこれで索敵してみましょうかね。軍団を望遠鏡代わりに使うってしれっととんでもないことしてるな。データ、今こそ弾幕の強さを見せるとき。いやいやいや、何この望遠。もう、気持ちいい。何も考えずぶつかまってただけなんだけど、シレットアーマー割ったわ。ね、アメリーさんダウンしてるよ。ね、誰かバリケード攻撃してきてる。さては別部隊か。おらおらおら、くらいなさい。ってやばい、EMP か。あんな目立つもの乱射するから、ヘイトが半端じゃないね。一人でもう無理だ。ギリギリまでここで粘ろう。あ、いえいえ、こちらこそ屋上で好き勝手ぶちかましてごめんなさい。もうダメだ。飛び降りるしかない。って真下にずっといたのか。これじゃあ挟まれる。いや、ここは2部隊同士にぶつかってもらうしかない。で、全然動く気配がない。もういいや、行っちゃえ。へえ、リングがすぐそこに。霊夢決死の飛び込み、果たしてどうなる？やっぱり撃ってくるか。で、やばいやばい、リングだ。正面から左から、こんなの無理よ。もう無理？グレネードまで来てるじゃないの。あ、どうもどうも、私は。大切なことを教えて。惜しい？まさかの1700ダメージ超え。というわけでクソザコメンタルな霊夢が行くエイペックスレジェンズはどうだったかな。一緒に遊んでくれたアメリーさん、本当にありがとうございます。実際に遊び終わった後に動画投稿者ということを明かし、このことをネタにしてもいいですかとアメリーさんにチャットで聞いてみたところ、心よく OK してくれたので今回の動画のネタとして使わせていただきました。しかもフレンド申請を送ろうかと迷っていたら、なんとアメリーさんの方から送ってもらっちゃいました。というわけで本当に偶然
人的に心温まる出来事でございました。普通に上手くない？霊夢が自慢したいシーンが紹介できたところで今回はここまで。もし一緒にやってくれる人がいましたらぜひとも教えてください。この動画はどうだったかな？楽しんでもらえたら嬉しいにょん。次回も楽しみにしていただける方はチャンネル登録して待っててね。また別の動画でもお会いしましょう。さようなら。ちなみにこの後観葉植物の真似をしましたがバレました。